私が報道をやりたいと思ったのは、高校の頃、裸足の闇というドキュメンタリー映画をしおりと見たからなの。彼女は友人に勧められたって言って、とぼけてる。車椅子の男性が文野さんです。私たちを覚えていますか？もちろん覚えていますよ。メガネ君、ビッチさん、デブ君、ガリさん、サル君にシビ君、それに親友さん、皆さん大人になりましたね。僕たち15年前のことを謝りに来たんです。陽子さんが亡くなったのは私たちのせいです。ごめんなさい。何を言い出すんですか。君たちが謝る必要はありません。陽子が亡くなった責任は誰にもありません。それより私は君たちに感謝しているんです。あの数ヶ月、陽子は本当に楽しそうだった。綾が亡くなった後、もう妻の笑顔は見られないと思っていた。私たちは何もしていません。全部しおりです。しおりのおかげです。君たちの協力があったからだ。あの年のクリスマスパーティーは人生最高の思い出です。でもその後、陽子が亡くなったのは事故。そう言ってもらえると少し気が楽になります。みんなしっかり大人になっているようだね。それがみんな挫折中なんです。それでいいんですよ。成功ばかりの人生はきっとつまらないですよ。俺たち大切な友人を辛い目に遭わせてしまったんです。彼女に謝りたいんです。しおりの連絡先を知りませんか？残念だけど。そうですか。がっかりした顔をするんじゃない。連絡先は知らないけど居場所は知っている。どこですか？彼女なら君たちの後ろにいる。え？彼女はここで看護師をしているんだよ。しおり、ゆかり、ごめんなさい。私謝っても謝りきれない。私だって謝りたいことがいっぱいある。しおりは少しも悪くない。同じ大学に行こうって約束したのに、相談もしないで希望校を変更したわ。私の学力がついていかなかっただけよ。それなら私を許してくれる？許すも何も、しおりは悪くないのよ。あの、僕たちもいるんだけど。デブ、イケメンになったね。今はパティシエで小さなケーキのお店もやってる。それと来月結婚する。おめでとう。幸せそうで嬉しい。やっぱりプロのカメラマンの目は確かね。ビッチね。しおりの方が私よりも美人になった。
何言ってるのよ、相変わらず綺麗じゃない。お世辞はいらないわ。私はこんなだけど、娘は可愛くて松江のスター子役なのよ。元気そうね、会えてよかった。ガリの活躍はテレビで見てるよ。アナウンサーの人気投票に入れたのよ。ありがとう。しおり、俺は約束を果たせるかもしれないぞ。猿ね、約束って甲子園？今年は行けるかもしれない。俺は合わせる顔もないけど、もうすぐ店を任せてもらえるかもしれないんだ。頑張ってるのね、よかった。私はまだ何もできてないんですよね。それどころか数時間前まで人生を終わらそうとしていたんです。何があったの？何もないんです。それが歯がゆかったんです。でも吉岡さんと再会できて、まだまだ頑張らないとダメだと思えてきました。私も同じよ。みんなと再会できてまた頑張れる。届いたようだね。からくりは東京に帰ってから聞いてください。間に合ってよかった。綾も陽子もきっと喜んでいますよ。どこに行くつもりじゃ。合格じゃな。謝らないとならないのは私です。文が綾さんだと偽っていてごめんなさい。辛い時、あなたの手紙が支えになりました。いつかお礼を言おうと思ってたの。それに友達を連れてきてくれた。違うわ、絵にしずくよ。はじめまして、マックスくん。
したの？ニヤニヤして。おかしな人ね。島根で待ってるよ。ギャラリー